すする TV ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、昨日から外ロケ生実況付きの動画も、再開となりまして、今後ともねぜひぜひすする TV をよろしくお願いいたしますということで、まだね外撮影の動画があまり溜まってないというのもありまして、家にストックしてあるラーメンもぼちぼち織り交ぜつつやっていきたいと思ってるんですけども、今日はねちょっと変わった取り組みをしたいなと思ってまして、用意したのがこちらです。うん、こちらですね、昨日の夜に用意しておいた昆布水です。昆布水っていうのはね、この昆布の栄養を水に溶け込ませた水のことで、作り方はね非常に簡単で、昆布を水につけて一晩置くだけ、もうこれでできちゃいます。ダイエットとかね高血圧予防の効果もあるらしいです。せっかくなので普通の昆布水つけ麺を作ってもつまらないなということで、今回はこちらラーメン二郎のテイクアウトとこの昆布水を合わせて昆布水つけ二郎を作ってみたいと思います。多分ねラーメン二郎と昆布水の組み合わせっていうのはもう業界初なんじゃないかと思いますので、少なくとも僕はお店で商品としては見たことがないので、どんな味になるのか結構見当がつかないです。こればっかりはもうほんと作ってみないとわからないので、早速キッチンで作ってみましょう。レッツゴー。さあではまずはねスープと、麺を茹でていきます。スープはね軽く湯煎してから鍋で温める感じですね。麺はね後で水で締めるので多少茹で時間いつもより長めな感じで茹でてみたいと思います。今回のこちらの麺とつけ汁もラーメン二郎千条橋駅前店さんのテイクアウトのセットを使わせていただいてるんですけどもね、いやーやっぱこのテイクアウトのセットがうまいっすね本当。でまあできることなら麺の丼は冷蔵庫に入れてちょっと冷やしておくといいかもしれないです。つけ汁の方はねある程度湯煎したら、一旦こちらをこの手鍋にね移して、もう一回温めていくという感じですね。いやー背脂がねいっぱい入ってて、これがまた美味しいんだよなこの漬け汁が。この油と昆布水が混ざる時にねどういう化学反応が起こるかっていうところなんですよね本当。漬け汁ぼちぼち良さそうなので器の方にね移していきましょい。次麺を揚げるんですけど、麺揚げる前に、こちらねお湯を張った鍋に野菜を茹でていきます。まあつけ麺なので野菜をちょっと少なめにしてますと。さあそれではいよいよ麺揚げていきましょう。しっかりと冷水で締めましょう。おい表面のぬめりを取っていくような感じですね。さあではねこちらの丼に、はい、麺を盛り付けて、あ結構大容量になった、やばい。でここにね作っておいた昆布水を注ぐと。はい、どうなんの本当にこの太麺と昆布水がどう絡むのかが楽しみだな。はい、一応温めた豚をこちらに乗せておきますね。豚早めに食べた方がいいかなこれで。ニンニクをねこんな感じで、今回のニンニクは青森県産のちょっといいニンニクを使用していまして、茹で上げた野菜も少し乗せます。はい、というわけでラーメン二郎かける昆布水つけ麺完成しました。麺の盛りが良すぎていまいち昆布水入ってることが分かりづらいけど、しっかりと昆布水は入っております。まあ豚とかねニンニクはいつものトッピングといった感じで、つけ汁もねこれがまた油のコクと醤油がねすごくバチッと効いててうまいんですよね。早速いただいてみましょう。どうですかねこれ使ってる感じマジでめっちゃ分かりづらいけど、それでは早速いただきます。つけ麺ということでね、まずはオンリー麺水から昆布水とラーメン二郎の麺のみでいきます。スースルー。うんうん、やっぱ麺がうまい。これ意外と合うんじゃないかな、豚を噛みつつ。うん、さあではいよいよこちらの昆布水と漬け汁の融合ですね。さあここの融合でどんな化学反応が起きるのか、早速スースルー。うん、うまっ。水で締めたラーメン二郎の麺がうまいわ多分これ。昆布水はちょっと埋もれちゃうなやっぱ。うん、あでもね漬け汁をちょっとつけてすると、うん、漬け汁ちょい漬けなら昆布水のねちょっとほのかに昆布の旨味を感じる気がする。うわこれうまいうまいうまい。もう一回この昆布水とさ麺だけでいきたいな。これがまずうまいんだよね。うん、やっぱちゃんとね昆布の旨味が出てるので、麺だけで言っても全然うまいわ。やっぱりラーメン二郎そのものが強いっすね本当。すごいなやっぱふ豚は温かくうまいっすねやっぱ。うん、これ結論としてはもうラーメン二郎がやっぱすごいっていう感じになってくるななんかうん、麺が冷たいからズバズバいけちゃう。
麺をね、あっという間にすすり切ってしまったので、この昆布水を温めて、スープ割りみたいにしてみようかなと思います。ちょっと。さあ、昆布水と漬け汁をね、ちょっと温めまして、うわぁ、すごい、ニンニクと昆布の匂いがすごい。どうしようかな。これをもうそのまま、ザッといっちゃおうかな。こっちの丼に移し替えてやってみようかな。まずは、漬け汁をとりあえず投入していくと。はい。わ、この油だけでマジでうまそうだな。で、ここにこの昆布水をちょっと足して、まあスープ割りみたいな形っすよね。おいしそう、おいしそう。いや、強っ二郎強っ、マジでちょっともうちょっと入れよう。強いな、めっちゃ全然醤油の味だった。もう昆布水全部入れちゃいました。これでさすがに、いや、それでも強いな。でもほんのり昆布の味して、これいいんじゃない？うまいな。そして今、スペシャルなプラスワンを、仕込んでる最中なので、少々お待ちください。さあ、スペシャルの準備ができました。なんと、今回用意したのはこちら、替え玉です。ラーメン二郎で替え玉。これも初でしょ、多分。初の試みだと思う。というわけでね、昆布だしを投入して、まあ、ラーメンスープ風になったこちらのスープに、麺を、わお。早速、替え玉いただきます。どうですか、この、先につけ麺を吸って、さらにはラーメン風にしていただくっていう。もう。いやー、この昆布水つけ麺がね、思わぬ形で、こんなに進化するとは思わなかった。うまい。昆布水で割ることによって結構あのスープの口当たりがまろやかになって、すごいなんか食べやすいけど、これもこれでありだな。ほんとうまい、うまい、うまい。ごそれ、はい、ごちそうさまでした。本日は、ラーメン二郎千住大橋駅前店さんのテイクアウトで昆布水つけ麺を作り、さらに、昆布水でね、つけ汁を割って、替え玉をしてすすってみたんですけど、めちゃくちゃ大成功だった。すごい楽しかったし、美味しかったし、ラーメン二郎のね、店舗では、まあ、絶対にできないことなんですけど、家だからこそできるこのアレンジ、めちゃくちゃ成功だったな、個人的に。欲を言うなら、最初のその麺に浸った昆布水の時点でもうあったかい方が良かったかもしれないです。まあ、いわゆるつけ麺の厚盛りみたいな感じで、麺を水で締めた後に、もう一回ちょっと温めて、で、昆布水も温めといて、そのあったかい昆布水と麺で食べるみたいな。その方が、もしかしたら美味しかったかもな。ラーメン二郎の麺はね、もう水で締めたらめちゃくちゃ美味しかった。ほんと。昆布水に絡めてそのまますするだけでもね、もうかなりのポテンシャルの高さを感じる。美味しさだったので、まあ、千住大橋駅前店さんのテイクアウトとかもいつまで続くかもちょっとわからない状況なんですけど、まあ、またゲットできる機会があったらちょっといろいろとアレンジしてみようかなと思いました。というわけで本日はラーメン二郎千住大橋駅前店さんのテイクアウトをいろいろアレンジしました。大満足でした。めちゃくちゃ美味しかったです。ごそれ。